em ラボの花田です。今日はフリースペースビデオの2回目ということで、18ghz から 110ghz まで5つの周波数バンドをまたいで非常に良好な測定結果が得られるというところを見ていただきます。最初に今日の測定系を紹介します。キーサイトテクノロジーのネットワークアナライザー制御用 pcem ラボのフリースペース装置を使って。 測定を進めていきます現在は一番低い K バンドの設定になっています。手前に用意されている R バンド、U バンド、E バンド、W バンド、4組のアダプターを交換しながら 110GHz まで一気に測定していきます。従来の測定系では バンドが変わると測定値がジャンプしてしまう、というのが当たり前でした。このビデオを見ている方の中にも、ご苦労されている方がいるのではないでしょうか。EM ラボの装置を使えば、バンド間のギャップがありませんので、高帯域の材料評価を安心して行うことができます。今日の実験内容を簡単にまとめておきます。 18GHz から 110GHz まで5つの周波数バンドにわたって PTFE ポリカーボネート PET3 種類の材料の有電率を測定してデータの連続性を確認していきます途中周波数バンドの切り替え作業の様子も見ていただきます 測定手順については前回のビデオで紹介しましたので今回は簡単に触れるだけにしておきますでは K バンドから測定していきましょう最初に測定系の TRL 構成を行いますショートラインスルー3つの状態での測定値をもとに測定系の誤差要因を取り除きます 構成が終わったら資料の測定です。ホルダーに資料を入れて PC から測定のトリガーをかけるだけなので非常に簡単で効率的です。PTFE、ポリカーボネート、PET3 種類の資料を測定します。K バンドの測定は構成も含めて わずか5分足らずで終わってしまいました。それではバンドを切り替えましょう。まず、同軸ケーブルを外します。次に、アダプタを固定している4本のネジを六角レンチで外していきます。ネジが外せたら、アダプタをゆっくりアンテナから取り外します。 今度は R バンドのアダプターを一置決ピンに合わせて取り付けます。六角レンチを使ってネジ止めしてから、同軸ケーブルを取り付ければ完了です。反対のアンテナも同じようにアダプターを交換します。両方でだいたい5分くらいです。 あとは同じように TRL 構成と資料測定を繰り返していくだけです約1時間で 18GHz から 110GHz までの測定が完了しました一昔前では考えられない手軽さですさて肝心の測定結果を見てみましょう全バンドの測定結果を Excel でまとめてみました 誘電率に関しては、三種類の材料、いずれも周波数によってほとんど変化しないことが確認できました。誘電性説は、材料による違いが明らかです。PTFE はほとんど変化しないのに対して、ポリカーボネートと PET は周波数が高くなるにつれて誘電性説が増加しています。このように、 高帯域の周波数特性を評価する上で、フリーースペースは非常に有効なツールです。残念なことに従来は測定誤差が大きく用途が制限されていましたが EM ラボのフリースペース装置が幅広いアプリケーションでこれまでにない成果を上げ始めていますシンプルなデモですが特にバンド間のギャップで 苦ししんだだこととのののああるる方にっっては、はインパクトのある内容だったのででないでしょうか。ご質問などございましたらお気軽に EM ラボまでお問い合わせください受託測定もご提供しておりますので今すぐにでも測定したい材料をお持ちの方是非ご検討くださいご視聴ありがとうございました